はい、皆さんどうもこんにちは、大村隆史です。今日はですね、大村隆史ニューソロアルバムエンジェルズ・イン・ザ・ダークがですね、2020年9月30日にリリースするんですけども、そのアルバムの中で使った機材、まあ、ギターだったりとか、アンプだったりとか、まあ、音ですよね、はい、そういうところをちょっと紹介させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。7弦ピンクちゃんですね、はい、スナッパー大村カスタムスナッパー7ですかね、7弦なのでね、10年、うん、になりますね、うん、もうずっと使ってて、ライブでもやっぱレコーディングでもどっちも使ってて、もう音がですね、もう重視、よく使ってるギターってもうがっちりするんですかね、このボディとネックがくっつくんですかね、すごく、うん、鳴りもいいですし、うん、これはインディアンローズウッドとウッドシバンですね、でメイプルシバン、メイプルネックかで、アルダーボディですね、うん、もう普通のスタンダードなスペックなんですけども、うん、やっぱりよく使ってるとよくなるっていうのを証明してくれた個体なんですけども、ピックアップはですね EMG の85と EMG の81を使っております。このギターはやっぱりジューシーでふくよかな音が鳴るので、ちょっとこの 9V 電池でちょっと音のバランスを整えていて、うん、音が硬いなって思うときはエナジャイザーっていうアルカリ、うん、の 9V 使ってるんですけど、音がふくよかな場合はちょっとタイトな、まあ、9V 電池が欲しいなっていうところなんで、まあ、ジュラセルですよね、有名ですよね、ジュラセル、うん、のアルカリ電池を使っております。あとは、9フレットからハーフスキャロップドシバになっているので、ギターソロもこういう力強いベンドだったりとか、まあ、ビブラートも楽ですし、8フレットより下はもう通常の C1 なので、強く押さえてもしっかり押さえてもピッチが狂わないっていう、うん、そういう仕様になっております。でですね、こういうヘッドに、まあ、僕どこにでもいっぱいつけてはいるんですけども、まあ、ヘッドにこういう重りがつけてますね、ウェイト、これはまあ鳴りをちょっと変えるというか、でなんで鳴りを変える必要があるかっていうと、7弦ってやっぱりちょっと特殊で、鳴りがちょっと暗いイメージなんですよね。なのでこういう風にウェイトの位置をこう動かしたり、まあ、張ることによって帯域をちょっとずらす、なんか高域寄りにしたりとか低域寄りにしたりとか、ちょっと中域を出してあげたりとか中域を削ってあげたりっていうのができるのが重りなんですけども、これはもうインターネットショッピングとかで買っていますので、これステンレスの、うん、重りですね。たまにブラスの重りも貼っていたりします。で、まあ、タバコですけども、これはもう藤岡さんが好きなセッタですね、セブンスター、はい、貼っております。いつでも吸いに来てくださいという感じで、はい、やっておりますと。である6弦ピンクちゃんですね、 ESP スナッパー大村カスタムツインクルピンクでございます。はい、これはですね、まあ、特徴としましては、まあ、全部ハーフスキャロップドになっていたりとか、うん、あとは、まあ、スペック的にはすごくスタンダードですね、うん、ローズシバン、メイプルネック、アルダーボディ、うん、でその中でも、まあ、変えてるとしたらチタンプレートにしていたりとか、うん、これ抜けが良くなったりするので、こういうのは結構必須ですね、うん、あとはこういう風にスプリングが鳴らないようにミュートしていたりとか、まあ、僕のギターはもう全部スポンジだったりとか、これはお守り入れてますけどね、はい、こういう風になんか
ミュートしたりしてタイトにしておりますね、うん、でレコーディングの時とかはギターソロなんかにもよく使うので、まあ、ネジをタイトに締めたりとか、あとは順ぞり気味にしたり、なんか弦高を高くしたりしてるんですけども、今は結構ライブの状態になってますね。すごくベンドもしやすい、テンション感もちょっと緩めで半音下げにしていたりとか、あとこういうところにもナットの部分にもそうですねスポンジが入っていたり、こういうところでなんかタイトにするっていう風にしております。これはですね ESP の M7 という、はい、名前なんですけども、これは金箔が貼られているので金箔ちゃんと僕は呼んでるんですけども、これはですね僕のアルバムのバッキングギターの 90% 以上がこれなんじゃないかっていうギターになっていて、ピックアップはですねフロントが、まあ、これ金色なので、8号ですね、 EMG の8号で、こっちは銀色なので EMG の81が、はい、搭載されております。で、まあ、特徴的には、まあ、スケールが666mm、うん、エクストラロングスケールっていうんですかね、うん、通常のロングスケールよりもちょっと長くて、それがどうなんだっていうところではあると思うんですけど、まあ、張りが出るんですよね長いと、うん、なので音にも張りがあって、で指板がエボニー指板になってて、でボディがアルダー材で、でバッキングには本当にいいんですよね、まあ、チューニングだったりピッチの安定感もすごくいいですし、まあ、バッキングだとやっぱり僕はちょっと硬質、ちょっとトレブリーというかに取りたいので、まあ、エボニーだったりとかそういうロングスケールよりも長いエクストラロングスケールにすることによって、まあ、張りが出る、うん、音に張りが出るし、ただギターソロにはきついっていう感じなんですよね、うん、まあ、テンション感がきついので、まあ、普通に早弾きとかなんかメロディーを弾くにはいいんですけど、なんか激しいベンドだったりとかビブラートっていうのはちょっと手指が痛いなっていうところではやっぱり使わないので、うん、なのでこれはもう完全にもうアルバムの中ではバッキングギターのメイン、うん、として、はい、使っております。これはですね、藤岡さんの実機でございますね。藤岡スナッパー、ESP スナッパー藤岡カスタム、はい、バーガンディタンですね。もう2年ぐらい弾いておりますけども、これも、まあ、ライブだったりレコーディングでもやっぱりよく使うので、大村カスタムとまではいかないですけど、うん、ちょこちょこやっぱり改造というか、まあ、自分の音楽にも合うような形には使わせていただいておりまして、うん、そうですね、こういうスポンジだったりとか、うん、まああとはライブでいつでもピックをこう取れるようにピックホルダーっていうんですかね、うん、をつけていたりとか、まあ、僕は普段やっぱアーミングとかしないので、うん、なので、まあ、ベタ付けにしていて、でスポンジも挟んでいますね、うん、でピックアップは専門段階の5級モデル、うん、をフロントもリアも、うん、どっちも使っております。まあ、レコーディングではやっぱりソロでもそうですし、まあ、自分のそのピンクちゃん6弦ピンクちゃんとやっぱり音のキャラクターが違うのでパッシブのハンバッカーなので、なので、まあ、帯域だったり音色違いで、まあ、バッキングとかでも使いますし、もちろんギターソロなんかでも使っているの でギターソロだとこれハンバッカーなんですけど、こっちでこういうスイッチで、まあ、シングル
の状態にもできるので、なのでこれはかなり使いましたね。補助加3色にしたいっていう部分も多かったり、あとはまあギターとしてすごくいいので、さすが藤岡さんが使ってたことがあるだけあるなっていうところで、やっぱりよく使いましたねこれも、やっぱりハンバッカーで使うことが多くて、なんかシングルの時はすごく強いハーモニクスの時だったりとか、抜けが良すぎるハーモニクスの時に使ってたりとか、っていう風に使っておりました。藤岡さんの実機7弦のバーガンディーなんですね。 USB スナッパー藤岡カスタムスナッパー7ですね。はい、7弦の7でございます。これも実機でして、やっぱり思い入れ深いというか、これもそうですね、2年ぐらいもうライブだったりレコーディングだったりで、活躍してくれておりますね。やっぱりまだね、2年ぐらいなんで、僕はまだアーミングだったりとかはなかなか難しいなって思うんですけども、やっぱ藤岡さんに近づくためにはこれも使うしかありませんのでね、どんどん取り入れていってるっていう感じでございますけども、スポンジを挟んでおりますね。これもあの弦の共鳴だったり共振、を防止するためにつけております。でこれはフロイドローズなので、もうガンガンこうアーミングしても、全然チューニングが大丈夫という。まあ、かっこいいですよね。でこれもやっぱりセブンスターがついておりますので、いつでも藤岡さん吸いに来てギター弾いてくださいという感じでやっております。あとはスプリングの裏、これはなんでスポンジをかましてないんだっていうところではあるんですけども、これはまあアーミングするときにですね、スポンジを挟んでるとまあきっちりこのスプリングが戻らないっていう現象が起きて、チューニングがやっぱり狂っちゃったりするので、なのでスポンジを挟んでない代わりにですね、まあ藤岡さんの、大切なお嬢ちゃんのこのお手紙をね挟んで、いつでもこう、藤岡さんと一緒にプレイする喜びを感じながら、このギターを使わせていただいております。チューニングに関しまして、この7弦ギターはほとんど、普通のレギュラーチューニング B から始まって、7弦 B から始まって1弦 E で終わるチューニングですね。で6弦はですね、ほとんどが半音下げチューニングになっておりまして、でたまに6弦だけさらに1音下げ C シャープですね、 D フラットとも言いますかのチューニングにしたりしています。7弦も僕の7弦ピンクちゃん、の方はそうですね、7弦だけドロップ A にしている曲もあったりします。はい、こちらはですね、レコーディングでは使っていないんですけども、新しく完成しましたので、今回ご紹介させていただきたいと思います。すごすぎますね。最初はオールピンクじゃんなんて言ってたんですけども、正式名が決まって、ESP スナッパー7大村カスタムピンクモンスターでございます。どうピンクモンスターなのかと言いますと、全部もう見た目でわかりますよね。もう全部ピンクですね。ボディもそうですし、もうボディも全面ピンクですね。これクリアピックガードがついていて、座繰りが後ろになっております。
あとは、まあ、シワンだったりとか、まあ、マッチングヘッドって言っていいものかよくわからないぐらいピンクなんですけども、まあ、ピンク、ヘッドもピンクで、ネック裏も全部、うん、ピンクラメになっております、うん、あとはそうですね、まあ、ゴールドパーツが使われていたりとか、うん、つまみだったりね、ブリッジだったり、まあ、EMG もこれ、まあ、8号と81なんですけども、これもゴールドのものを選んでおります。あとはペグもそうですし、でナットもブラスナットですね。これは音的になのか、このゴールドパーツに合わせたのかはちょっと、うん、半々でございますけども、うん、でも7弦は最初はやっぱりちょっと暗めの音になりがちなので、なのでちょっと硬くするために、なんかハイをちょっと持ち上げるために、こういうブラスナットっていうのはすごく、うん、いいですね、うん、でフレットもジェスカーなんですけども、これもイーフォンっていう、うん、ちょっとゴールドな感じなのかな、うん、でいつもだとね7弦だったら、9フレットからハーフスケロップド加工になってるんですけども、今回は、まあ、メープル指板で、で、まあ、塗装があるので、まあ、安全面というか、うん、そういうところをちゃんと取って、スケロップドはしておりません、うん、そのままなんで、まあ、やらなくて技術的にというかテクニック的に大丈夫なのかっていうところは、まあ当たり前に大丈夫で、あれは影がかっこいいからですねやるのはね、うん、でピンクラーメンの場合は、まあ、影が出るともったいないのでっていうところもあって、まあ、やってないんですけども、でも音質面としてはですね、やっぱり7弦ギターの暗さっていうのを、こういうメイプルシバンだったりブラスナットだったりとか、あとはまあ、電池をこれ東芝に変えてるんですね。東芝の電池を使っておりまして、うん、っていうところで、まあ、バランスを取ったりしておりますね、うん、あとまだこれは、まあ、できてまだ間もないので、改造っていう改造は全然してないんですけども、まあ、まだここのナットのスポンジをまだ足していなかったりとか、それでもこのスプリングのところにはスポンジと、あとはちょっとご利益がありそうなものだったりとか、まあ、ステッカーとかはねもうバリバリに貼っちゃってるんですけども、あとは裏にこういうザグリがあるので、なのでちょっと共鳴を止めるためにこういう硬貨コインですよねをつけていたり、はい、しております。これはもう最初からなんでしょうね、ハーモニクスだったりとかこういうバイオンハーモニクスですねがめちゃくちゃになってすごく気持ちいいので、なのでこれもまたメインになっていくんじゃないかなと、はい、思っております。ファンの方からのリクエストが多かった、うん、7弦ギターのミニピンクちゃんでございます。僕はですね、そうですね、 ESP から7弦ピンクちゃん、6弦ピンクちゃん、エドワーズでもプロデュースモデルとして7弦ピンクちゃん、6弦ピンクちゃんが出ておりまして、グラスルーズのミニギターでも6弦ピンクちゃんは出ておりましたけども、7弦ピンクちゃんはやっぱり初ですので、はい、完全制覇したというところで、これはねやっぱりサイズ感はさすがですね、うん、よく考えられてる 89% でございまして、ナット幅も 46mm で同じなんですけども、なんか細く感じるというか、うん、疲れない感じはしますよね、ミニギターっていうのは。それでもなんかテンション感だったりとかピッチ感とかもすごくいいですし、うん、チューニングもすごくいいですしね。でサイズ感、これ見てる感じだと、慣れるとちょっと分かりづらいんですけど、こうやって指を開けてみたりするとものすごく小さい感じが分かると思うんですけど、お前の手がでかいんじゃないか疑惑はちょっと置いといてもらって、こういうストレッチのフレーズとかもむちゃくちゃ楽、うん、めっちゃ簡単、めっちゃ楽、うん、なのでそうですね、この7弦もそうですし、初心者の方だったりとか、うん、まあ手の小さい方ですよね、うん、にはもうバッチリですし、
初めてというか、まあ、7弦を始めてみたいなっていう方にも、うん、サイズ的にはすごくいいと思いますね。普通の一般的な7弦ってやっぱりナット幅もちょっと広めだったりとか、まあ、7弦があるだけでやっぱり難しく感じるんですけど、うん、こういうミニサイズだったら、僕だったらこれ7弦始めての場合これが良かったなって思うようなギターなので、うん、7弦に切り替えてやっぱちょっと苦しんだ時期があったので、うん、なので、まあ、7弦始めてみたいっていう方はこれぜひ、うん、手に取っていただければいいんじゃないでしょうか。次はアンプを紹介していきたいと思います。僕が使ってるのはですね、ケンパーアンプですね。はい。で、今使ってるのはこっちの方、僕の方ですね。こっちは藤岡さんの実機でございますけども、まあ、どう違いがあるのかっていうと、違いはなくですね。まあ普段、まあなんだろう、レコーディングだったりライブだったり、うん、まあどっちかがメインになったりサブになったりっていう感じで使っております。で、レコーディングではですね、いつもこのコニシスの僕のシグネチャーバッファーですね、はい、ブラックメサイアっていうのを通しておりまして、でそのままギターに来るんですけど、普段の使い方だと、まあ、ライブだったりとかだとディレイとかリバーブっていうのを入れるんですけど、こういう感じですね。みたいな感じで、まあディレイとリバーブかかるんですけど、レコーディングではそれをもう完全に外して、うん、こういうドライな状態で撮っておりますね、うん、で後から、まあ、プラグインとかでねエフェクターを挿すんですけども、まあ、いつも使ってるっていうと、まあ、ハンバッカーとか EMG の場合もそうですけど、サーのアンプが入っておりまして、うん、それを特に使っております、ね、かなり厚みがあって、まあ、ちょっとマーシャルライクな部分があってですね、まあ、プレゼンスもよく出るし、まあ、ベースもちゃんと芳醇にあるっていう、でミドルが、まあ、抜けもすごくいいですね、この、うん、僕のもう大好きな、もう一番お気に入りのアンプを使っております。これもそうですね、ギターソロだったりとか、まあ、バッキングもそうですし、もう全編サーですね。今回のアルバムは全編サーアンプを使ってたと、うん、思います。それを、バッキングとギターソロでちょっと音色を変えていて、これがバッキング、うん、でソロだとドライだとあんまり分かりづらいかもしれないですけどね、うん、でもディレイとかリバーブをつけるとやっぱり分かりやすい、うん、こうなるとやっぱギターソロっぽいなとはなると思うんですけども、うん、でも使い分けとしてはこんな感じで、あとは今だと3チャン4チャンでそのバッキングとギターソロっていう風に分けてるんですけど、これも1、2チャンはシングル用、この3シングル言ったら6弦ピンクチャンだったりとかは、シングルコイルピックアップを使っているので、まあ、1、2ちゃんはそっちのバランスに合わせて、うん、調整していて、今はこの EMG のハンバッカーを使っているので3、4ちゃんで合わせてるっていう感じで使っております。もうどこでもケンパーっていう感じですね。本当にリアンプもそうですし、まあ、ソロとかはリアンプはせずに、まあ、そのまま弾いて撮ったりするので、なのでもうケンパーはもう僕のレコーディングでもライブでも、まあ、何でももう欠かせない、うん、アンプになっております。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介させていただいた7本のうち5本はですね、はい、もう完全にニューアルバムの中に入っております。うん、ですので、皆さんぜひアルバムを聴いていただいてですね、その5本がどこに使われているか、どのフレーズ、うん、どのリフ、どのソロ、うん、使われているか、ぜひ聞いて、まあ、確かめるというか、まあ、なんか気にしていただければ僕も嬉しいですし、ここですよねみたいな、なんかツイッターだったりとかなんかいただければ、もうどんどん僕もだと思いますぐらいの感じで返していきたいと思いますので、うん、ぜひ
アルバム聴いてくださいというところでですね、ありがとうございました。はい、大村隆史でございました。